こんにちは、バイクとカメラのある生活のコスケです。はい、今日もツーリング来てます。今日もね、トライアンフ乗りのちぐゆさんと一緒に来てます。ちぐゆさん前に走ってますね。ちょっと今日ね、インカムがちょっと使えないので、とりあえずいつもだったら手を振ってくれるんですけれども、今日ちょっと声が届かないので、見えるかな、まあ、そんな感じでね、今日今伊豆の方来てます。今ね、ここちょうど沼津近くかな、沼津近くの方まで来て、これから西伊豆スカイラインをぐるっと回って修善寺からまあぐるっと帰っていこうかなというルートで今向かってます。今日ね、昼東京19度になるって言ってたんで、暖かいなとか思ってたんですけど、まあ寒い。朝とかね、ちょっとだいぶ凍えるぐらい、やっとちょっとね暖かくなってきたんですけど、やっぱさっきまでもうガクガク震えながら走ってました。まあ、そんな感じでね、今日一日楽しんでいこうかなと思います。ぐらいなんですけど、気持ちいいですね。いやー気持ちいいな、景色もいいし最高ですね。伊豆も久しぶりなんですよね。去年、前回伊豆スカイラインに行った時以来かな。久しぶりです。前はね、結構ちょこちょこ来てたんですけどね、空いてればね、まだこっちの方も早いんですけどね。前ね、下の方、伊豆の下の方の、伊豆っていうところ行ったんですけど、何時間かかったっけな、8時間とかかかった記憶あるんですよね。すごい渋滞してて、もうね、着いたの4時とか、1時間だけ見て帰ってくるっていうね、すごい大渋滞の時もありましたね。わー、いい感じだなこの道。結構道が悪いですね、ここら辺は。たまに急にこういうところボコボコで、ちょっと油断してると危ないかもしれないですね、ここの道は。
だるま山っていうとこですね。すごい。西伊豆スカイライン初めて来ました。あー気持ちいい。あーね、ちょっとここ路面が濡れてるんでね、いや本当にねゆっくり気をつけていこうかなと思います。僕もねだいぶ濡れてるんでね。うわすごい。うわいいですねここ。チャリンコも多いですけど、チャリンコもこう気持ちいいんでしょうね、走ってたら。感じで今ちょっと西伊豆スカイラインを通りまして、今から今度は天城峠の方行きたいと思います。旧道の天城トンネルか、あの旧道の方行きたいなと思います。車でその普通の通りをね通った時に、あここ旧道なんだっていう形では見てはいたんですけど、
通れるんですね。なんかすごい車で走ってるとなんか通れるような雰囲気ではなかったんで、なかなかね行こうっていう考えに至らなかったんですけど、どうやらちぐいさんが行けるというのを知ってまして、ちょっと今日そこ行ってみようってことになりました。楽しみですね。願わくば枯れ葉だらけじゃないことをね、本当酔ってるんですけど、なんかねここら辺湧き水があったらいいなとか思ったんですけど、さっき調べたらそんなに多くないんですよね湧き水。一応コーヒー入れるセットを持ってきてて、さっき水も買ったんですけど、湧き水あれば湧き水で飲みたいなと思ったんですけどね、ないですあんまり。なんかちょうど行くところにないっていうかね、残念。久しぶりにね湧き水ツーリング、湧き水汲んでコーヒーを飲もうツーリング、またねやりたいなと思ってるんですけど、どっか美味しい湧き水出てるとこ知ってる方いたら教えてください。関東でお願いします。もう少しで旧道の入り口ですね。これあり、いやーすごいとこ通るな、これは怖いぞ。うわーあーマジかー、マジかー、ちぐいさんマジかー、聞いてないぞ、舗装されてるって言ってたのにな、マジかー、舗装されてないじゃないですか。いやー砂利だー、砂利だー、マジかー、これ怖えー怖えー、これやっと舗装されてる、ふう、いやー少しだけだった舗装されてるの、またか、マジか、マジか、ビートルでも通りたくないな、ここは。まさかね、スポーでこんな道通るとは思わなかったな。あ、着いた。砂利道を戻っていきます。はい、
まあ、そんな感じでね、とりあえず戻って、ガソリンをね入れたいんで、最初ちょっと峠を道行って、伊豆スカ取っていこうかなと思ったんですけれども、ちょっとねガソリンスタンドが全然なくて、とりあえず普通の道を修善寺まで戻ってガソリン入れてから伊豆スカ回っていこうかなって思ってます。はい、ということでちょっと修善寺でねちょっとご飯を食べてきたんですけれども、なんかいろんなところでゆっくりしてたら思いのほかもう時間がねいい時間になっちゃってたんで、このまま伊豆スカイライン回らないで、帰っていこうかなと思います。またね今度はゆっくり回ってね、ぐるっとまた伊豆を回ってみたいな。今度泊まりがけでねちょっとゆっくり回れたらなと思います。まあ、そんな感じで今日はねこのまま帰ろうと思います。ということで本日の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけたらチャンネル登録と高評価お願いいたします。あと X と Instagram やってます。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。